今週前半までは季節外れの暖かさとなりましたが、3連休初日の今日は真冬のような寒さに戻りました。午前10時過ぎの八王子駅前です。温度計は2度を指しており、手足がかじかんでくる寒さです。正午時点で八王子で 2.4 度、練馬で 2.6 度、そして都心で 3.3 度を観測しました。関東甲信地方では昼過ぎにかけて断続的に雨や雪が降り、山地では雪が積もるところがあると予想されます。都心など平野部でも一時的に雪になる可能性がありますが、積もる心配はないとみられます。ただし各地で気温が昨日よりも下がり、真冬のような寒さとなっています。朝起きるのも寒かったですし、バスを待ってるのが凍えるほど寒かったです。お出かけするにも寒すぎて、お布団から出たくなかったぐらいなので。今日都内の予想最高気温は都心で5度、練馬で4度、八王子で3度となっていて、平年のこの時期と比べておよそ7度低く、1年の最も寒い時期を下回る寒さとなりそうです。雨具だけではなく防寒具もしっかりと装備してお出かけください。